どうもこんにちは、今日も動画を見ていただいてありがとうございます。またまた久々の動画投稿となります。前回ランチューの動画をアップしてもう2週間ですかね、3週間ぐらい、経とうとしてます。いやーちょっと忙しいですね。ずっと先月からもう今週も12月入ってですね、今日が12月の5日ですね、土曜日ですが、まあ、ちょっとですね、ほんの少し30分ぐらい時間が空いたので、ちょっと久々アップしてみようかなと思って、ちょっと動画を探し出して、今声を吹き込んでいるところなんですが、まあ、前回がランチューだったのでちょっとランチュー続くのもあれかなと思って、もう自分の持ってる金魚数少ない中の今はもう4種類ぐらいしか持ってないからですね、数少ない、金魚ですね、ピンポンパールです。まあ、もともと金魚の村のきっかけというか、初めて動画を公開したのが確かピンポンパールだったと思います。自分があのピンポンパールに一目惚れをして、あの購入した時の動画だったような気がするんですけど、まあ、金魚ね、当時1年前、もう2年前ぐらいになるんですかね、金魚ってデメ金とか和金しかないものだと思ってたのが、そのフグのようなですね、金魚を見た時、まん丸ピンポンパール見た時に本当一目惚れして、ちょっと買いたいと思って、あのもうすごく可愛くてですね、購入したんですけど、当然あのピンポンパールあの初心者にはなかなか難しくて、死なせちゃったりしたんですけど、そんな中で生き残った子たちがちょうど購入して2週間3週間経った頃に産卵が始まって、自分なりにあの人工授精をですね、ネットで調べて、まあ、あのメスの腹を押して卵を出して、オスの精子をぶっかける、そして受精をして子供が生まれるっていう、まあもうダメ元でやったら意外と成功して、まあ、新しい命が生まれる喜びっていうんですか、すごく嬉しかったです。あのもうそれでハマってしまいましたね。あの自分のも金魚のルーツであるピンポンパールでございます。で、今年の春ですね、緊急事態宣言が出て、ちょっと金魚飼育がなかなか困難になって、何十匹だったくさんいましたね。ピンポンパールだったり、高等パールだったり、たくさんいた中で、ちょっともうやむを得ず手放して、ちょっと唯一残った子たちですね、ちょっと自分なりに選別をして、まん丸いやつだけを残した子たちの親魚がこれですね。ちょっとあと 何匹かまた親魚いるんですけど、ちょっと今回この船にいるのは1,2,3,4 多分5匹だと思います。ちなみに、この横のですね、青水飼育されている船はこの子たちの子供がいます。もうやっぱ遺伝はすごいですね。まん丸のだけを残して、まん丸ピンポンパールを それぞれ受精させて生まれた子たちがやっぱりまん丸で生まれてくるので、結構自分なりに自信を持ってる、ピンポンパールの子供たちがですね、左の青水の船で泳いでいます。ちょっと一旦切ります。動画を持ってきますね。ちょっとで、次に見せるのが子供たちなんですが、もうすみません、いろいろ動画それなりに撮ってるんですけど、もうパソコンの中がぐちゃぐちゃで、もうこれからも YouTube アップしていくんですけど、季節関係なくもう純不動で、ちょっとアップしたいものだけどんどんアップしていきたいと思っていますが、これですね、これがこの子たちです。どうですか、この丸さというか、まあもちろん選別して、残ったやつなんですけど、育て方はあのランチューと一緒ですね。もう大きな船の中に、真夏ですね、ボーンってもう入れて、1日5回ぐらい餌をあげて、餌は乙姫です。高タンパクな乙姫をあげてたら、まあ勝手に大きくなってくれたっていう感じの子たちです。他にもこの子と全く同じような感じの子たちがですね、また別の船にもいるんですが、一応ちょっと代表してこの子たちを見てもらおうと思います。一番まん丸な子だ。これちなみにちょっと大きいように見えますけど、これは子供なので、どんくらいでしょうね、500円玉もいかないぐらいの大きさです。3,4センチぐらいです。ただこの 3,4センチの時期、当然冬菜ですね、今年のちょっと何月か忘れましたけど、春先ですね、ゴールデンウィークぐらいに生まれて育ててきた子ですね。
孵化して半年ちょっとになるんですかね、もう大きい、大きな船の中で1日夏場5回ぐらい、さっきも言ったかな、夏場5回ぐらい餌をあげて、まあ、気楽に手を抜いた感じで、あんまり一喜一憂せずに、育ててまいりました。もちろんこの中でもね、夏の猛暑の中星になった子たちも何匹かいるんですけど、意外と思った以上に生き残ってくれて、で思った以上にまん丸になってくれて、本当に自分の自慢のピンポンパールですね。なんかこれからまた荒廃していって自分にしか作れないピンポンパールっていうのをですね、いずれ作れていけたらすごくいいなという夢があります。でこれはちょっとまたいつのだろう、ちょっと純不動ですね、完全に動画がおそらくこの船を立ち上げた時の動画になるんですが、の餌をやってる時の動画ですかね、ってな感じですね。今この船の中青水で、いい感じの青水で越冬の準備をしているんですが、ちょっとこれはあんまり多分怒られるかもしれないです、絶対真似しちゃいけないんですけど、もう越冬の準備を始めてる時期なんですが、自分はまだヒーターを炊いてます。25度か26度ぐらい結構な温度を上げてまだバンバン食わせてます。っていうのはもうこの大きさで搭載で越冬するのがちょっと怖いなということで、もうちょっと体を大きくして体力をつけさせて、越冬はですね卵欲しいのですると思うのですが、今のところ12月のですね、後半ぐらいからですね、温度を少しずつ少しずつ少しずつ落として、自分のヒーターは15度までですかね、15度まで落としたらその後はないので、15度まで落としたらちょっと一気に多分冬の水温に戻すっていう形で、ここが危険なんですが、ただその越冬の期間を個人的、あ、すみません、動画止まってしまったんですが、もうすみません、動画がないです。越冬の期間ですね、来年3月までの期間、なんかちょっと自信がないので、このピンポンパール搭載の子たちだけに関しては現在もヒーターを入れています。本来もこの時期ヒーター入れてるのであれば越冬させずに、冬はヒーター入れてどんどん食わせるのがベストというかオーソドックスだと思うんですけど、ちょっと冬は絶対こさせたいので1月2月をヒーターなしでやっていこうと思います。なんでこの子たちにとってみれば秋の季節を感じてないので、それがどう影響するかわからないんですけど、しっかり観察して、慎重に育てていきたいなとは思うんですが、本当にあまり人に言えないような飼育の仕方をしているんですが、現在12月の5日の時点ではまだバンバン餌を食わせてます。で、12月の後半になって温度を少しずつ1日1度ずつ落としていって、で落とし始めたら餌も切り始めて、一応踏ん出しをする形ですね。落としながらお腹の中の踏ん出しをして、青水とかですね、青水はもうバッチリ出来上がってるので、ちょっと一気に冬の状態に、なるような感じだと思います。ただ秋の、まあ、危険な朝昼晩の急激な温度変化っていうのを経験させておいた方が良かったんでしょうけど、でも逆にしてたら病気になってたかもしれないしという。まあこれは難しいですね。ただちょっと我流でちょっとやってみようと思いますので、まあちょっとご批判等、ご意見等ありましたら、コメントの方によろしくお願いします。ちょっと、またね、忙しくなくなったらコメントの方も、いつか返信できたらなと思うんですが、今コメントを返す時間もないような状況なので、ただすごくコメントは楽しく読ませてもらってますので、また暇な方は、お時間ある方はちょっといろいろ教えてください。
こうしたらいいよ、あしたらいいよっていうのをですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。